はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。ティブログです。今日はアユのつかみ取りをします。もう前回1回5月いつだったっけ、めっちゃ寒い。そう、2ヶ月ぐらい前に岐阜県の長良川の清流にね、つかみ取り行ったんですけど、めちゃめちゃ寒くて足凍えそうだった。で、今はしっかりと夏になったから、今日は逆に暑すぎる。アユつかみには最高の日です。ちょっと他の県の出身の方教えてください。自分の県にヤナとかアユのつかみ取りとかってあるのか。実際愛知県にはいっぱいあって、昨日ね、いろいろ予約で電話したらほとんどもう週末なので埋まってますっていう。愛知県の豊田市の山の方に向かってます、はい、行きましょう。今あったね、1個広瀬やなってやつ。はい、俺らが行くやなはこっからまた20分、山を登るってこと。そう、レナ所長、もう一個ヤナあったよ。川口ヤナ。もう8個ぐらい調べたからって。県内のヤナ全部調べたよ。そう。あ、出た。小戸ヤナ。もうすぐだね。着いたよ。到着しました。小戸観光ヤナ。はい。実は小戸温泉で有名なところだね。私聞いたことなかった。俺も聞いたことなかった。昨日お父さんがね教えてくれた。まあ、すごい人が、すっごい人が。今日無理じゃない、できないんじゃない。やばいよ。行きましょう。こっちに入り口が、営業中小戸観光やな。これ多分今から名前書いて順番が来るまで待つのね、その外で並んでる。やってるね、あっちでやれる。はい、ということで鮎のつかみ取り予約しました。ここなんか外でも食べれるけど、よろしくお願いします。これで今鮎流して、向こうに流してる。こっからすごい、めちゃくちゃ人工的だよ。こっから鮎一匹ピョって流して、シューって向こうまで行って、多分向こうでピョって出てくるから、それをパッて使う。エンターテインメントだね。いや、そうだよ、はい、順番がやってきました。はい、次、私たちここからね、下まで降りていくんだよ。あの影で待とう。暑いね、やっぱ今日ね。暑い、30数度、灼熱です。順番がやってきました。それにしてもね、めちゃくちゃのどかな田舎町って感じ。すごい景色綺麗、うん、ここです。靴脱いだ方がいいよ。そうだね。セット完了。私も完了。冷たい、気持ちいい。あほほ、鮎がそこから出てくるかな。来るか、アユ。アユ、おいしいおいしいアユを食べましょう。この今取ったアユをいただきます。
塩焼きにしていただきます。3匹これをいただきますよ。いただきます。ありがとうございます。楽しかったです。はい。カメラ、ありがとうございます。うまそう。すっごい来ました。いただきます。塩焼き。鮎の塩焼きだね。熱い。本当に熱々だよ。めちゃめちゃうまい。レナの方は鮎御膳なんだけど、こっちは鮎定食で塩焼きがメイン。これさっき僕らが取ったつかみ取りしたやつの鮎3匹と、見てこの塩が。いただきます。ホクホクだね。うわうま。めっちゃうまい。塩も効いててホクホクで。でちなみにこれ塩焼きで、これ味噌がついてるやつと、これなんか煮込んだやつで、でこれミニミニ。うまい。あゆあゆ褒めて。めっちゃ綺麗に食べる。あれ私は上手になってるよ、どんどん。漫画の食べ方じゃん。はい、いただきました。美味しかった。うまかったね。もうここの鮎めちゃめちゃうまい。焼きたて、焼きたてはやばいよ。お腹いっぱい食べたね。今から帰るってことだね。マジで大満足。うん、本当に。来年多分もう一回来ると思うよ、俺たち。あ、また来てもいいよ。ホード観光やな。これ本当にね、おすすめできるレベル、うん、で、デザートは？え、食べるの？でもこの道には多分デザートなかった気がする。はい、この動画をここで終わりにします。あのデザートを途中に見つけたら動画を続けるけど楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。こんにちは。こんにちは。さっきバイバイしませんでしたっけ？ソフトクリームを見つけた。レナハッピーデザート。うわ、うま。美味しいよこれ。ちゃんとしたワッフルらしい。ではバイバーイ。